小、はい、小池池君、はい、日本共産党の小池晃ですあの私どもの、この法案に対する、まあ、まずスタンスなんですけど、あのまあ、目的としている不動産担保やあるいはその経営者保障によらずに、まあ、企業価値をこう基準とする融資、これはあの推進することは大事なことだと思ってますし、それはまあ資産に乏しい新規企業などがね、 あの資金調達を円滑にするという面もあるし、そもそもこの日本のやはりこの融資の慣行というか、資産の担保、あるいは経営者保障に依存してきたっていう、やっぱり悪しき慣行があると思うんで、それを改めるという点では意味があると思ってるんですね、ただ、やはりその労働契約上の地位も含む総資産に担保権を設定するっていう仕組み自体があるものですから。 やはりその労働者の保護というのはどうなっているんだろうかということに対して大変懸念を持っているわけであります。でその点で,です、ね、今日はのまずあの井上参考人にお伺いしたいんですけど、まあ、Q&A という形で包括的な担保によって労働者の権利が害されるのではないかということに対して雇用主の地位も担保の対象になる方が労働者から事業が切り離されずに済むため雇用が守られやすいというご指摘があります こういう面も確かにあるとは思うんです、私。ただ同時に先ほど言ったように、やっぱり労働契約も含まれるということでいうと、この企業価値担保で、その設定、基中実行時、それぞれの段階で、やはりきちんと労働者の保護が、あるいは労働組合とのコミュニケーションがきちんと保障されなければいけないのではないか、その問題点、竹村参考人からね、さまざまご指摘があったわけですけど。 あの井上参考人は、うそういうその労働者の保護、あるいは労働組合とのコミュニケーションという点で、今回のこの法案、万全であるというふうにお考えなのか、それともま,あまだ課題、こういう課題は残っているというふうにお考えなのか、もし解決すべき課題があるとすれば、どういうところなのか、お聞かせいただければと思います、はい、井上参考人あ。ご質問ありがとうございます。 あのまあ、労働者と経営側が、まあ、コミュニケーションを良くするというのは一般論として非常に重要なことだと思いますけれども。 あのこの担保の設定に関してはあのやや意見が分かれるところかもしれませんが私はあの労働契約の地位が入っていることでむしろ労働者の保護が図られるというふうに考えております。あのなんんで、えー、労働者の地位を担保に入れるんだという,こうあの感情的なという感覚的なあのものは分からないではないんですけれどもむしろそのある中小企業が労働関係をそのままにした上で。 まあ基本的に担保に入れるというのは金目のものを重要なものを担保に入れるのが普通ですので企業の重要な不動産重要なあの契約関係重要なあのライセンスといったものを個別の担保に入れてそれが実行される場合と比較しますとむしろこの担保の方があの労働者の方が図れるというのではないか。必要な財産が全部あの処分されてある意味労働者は 担保の対象になっていないがゆえに取り残される状態との比較でいえばあの私自身はむしろそのこの担保の設定というものが労働者に与えるインパクトは少ないんじゃないかと思っておりましてもちろんのコミュニケーションをとることは重要なんですけれどもコアとなる不動産あるいはコアとなる他の知的財産などを担保に入れる時こそむしろ よりあのコミュニケーションが必要なのかもしれないというふうに思っているくらいでございましてそう考えるとこの関係でこの,この担保の関係で特別他で手当てをしないであの設定実行あるいは基中の何らかの義務を協議あるいは情報提供の義務を課すというのはやや違和感があってあの竹村参考人がおっしゃるように一般的な何て言いますか事業判断における情報提供の 議論としてした方がいいのではないかというふうに考えております。はい、ご意見明らか君、竹村参考人、今のこう井上参考人のご意見に対して何かおっしゃりたいことあれば聞かせていただけますか。はい、竹村参考人。あ、ありがとうございます。あの一般論としてこの制度に限らずあの情報提供なり協議通知っていうのをどんどん。 設けていくっていいくとうののは井上先生ご指摘の通りかと思いますただ、ここはあの井上先生もされている通り、意見が分かれるところなんですが、あの私としては労働契約も含めて担保に入れるというのは、やはり従来の担保制度にはない大きな特徴だと考えております。 それは将来的に雇用が守られるのかどうかという部分はありますがやはり労働者が影響を受けるという点においてはあの変わりはありませんでそうしたときにです、ね、やはり労働者の納得がなければその後の事業価値の向上もありえませんのでぜひ今回の法案において制度化すべき点だというふうに思っておりますちょっとその点で加えさせていただきますとやはりその労働者が使用者じゃない他から この担保設定を知ったとき、どういう感覚に陥るかという点だと思います、あのやはりそれはあの勘違いだというふうにご指摘があるかもしれませんが、やはり驚くと思います、でそれが使用者から通知されていないことでの不信感にもつながると思います、そうじゃなくあの、井上先生がおっしゃるように、これは労働者保護にも資するんだというのであれば、使用者、設定者のほうからそこをしっかり説明する、通知するというのをやったほうが、この制度のうまくいくことにつながるというふうに考えております。 はいい小池晃君ありがとうございますあの今あの、使用者という問題がございました、それで、まあ、あの使用者性の問題についてちょっとお聞きしたいんですけど、これ、あの伴走支援がすごく大事な制度、になああの竹村参考人にお伺いしますが、伴走支援が非常に大事だと思うんですけどね、でやはりその,その点でですね使用者性の問題というのをきちんと検討することが、この制度導入にあたっては非常に大事だと思います。 であのー、これまでもです、ね、使用者制ということはこれいろんな議論になってきた問題で,で労働者側はこれは概念拡大をすべきだとで貸しである金融機関出資者であるファンドなどの使用者制を認めるようにと求めてきたけど、まあ、裁判ではかなり限定的に、まあ、解釈されてきたという経過があるかと思います、まあ、この問題、これまでどのような議論がされてきたのかまたやはり今回の企業価値担保の導入にあたってどのようなこう課題があるか というふうにお考えか、お聞かせいただければと思います。はい、竹村参考人。ありがとうございます。あの、ご指摘いただいた使用者性とは、あの、集団的労使関係、いわゆる労働組合法上の使用者のことだと思います。と、私のレジュメですと、二ページ目のところに記載しておりますが。この点、あの、ご指摘の通り、あの、朝日放送事件という裁判例がございまして。え、この裁判例は、あの、まあ。 雇用主ではなくてもですね、雇用主と部分的とはいえ、同志できる程度に現実的かつ具体的に支配決定できる地位にある場合には、労働組合法上の使用者に当たるというふうな判断枠組みをし示しております。あのまあ、ご指摘にあったとおり、従来、支配力説など、まあ、もっと積極的に使用者性を認める見解や実務もありましたが、それとはあの少し限定はされてはいるものの、あの部分的に支配決定する地位があれば、 団体交渉に応じなければいけないという意味では、一定程度、あのまあ、意義のある裁判例だと思います。ただ、実際にはこの裁判例がどのように活用されているかというとですね。かなり厳しく運用されているというのがあの。 まあ我々の実務的な感覚ですあの例えば子会社の組織再編などについてはそのオーナー企業100%親会社が実質的に組織再編を判断していくことになるんですが、まあ、あの中老院や裁判例はあの組織再編に関する事項だけでなく子会社の労働者への,あの労働条件の支配決定を強く求める。 そういうことがない限り、えー、団体交渉を応じる義務がないというふうにしておりますので、なかなかこの例で、えー、突破するというのは難しいと思っております。 であの実際今回の法案でもですね具体的にその経営改善指導が労働条件や人員削減等に繋がっているときに労働組合側がその支配決定の地位にあることを立証するというのは難しいと考えていますただ実際の実務においてはですねあの私の感想なんですが人事に関する合理化施策っていうのも この伴走支援に入ってくるっていうのはまあ当然のことではないかというふうに思っていますそういった時にやはり積極的に労働組合とあ金融機関も含めて協議する場っていうのが必要ではないかというふうに考えているんですがその点の手当が少し不十分ではないかというふうに考えている次第ですはい小池晃君はいありがとうございますこれも本当に大きな課題ではないかなと思っておりますそれからあの まあ、企業価値担保権の実行の手続きでは、もう裁判所から管財人が選任されて、でまあ、しかし、全館注意義務を負うんだとで、労働者のチームを含めて関係者の最善の利益を確保しながら、まあ、事業譲渡するようになるということになってはいるんですが、あの竹村参考人はあの、日本航空の管財人不当労働行為事件を担当しされています。でこののの経験からです、ね、今回のこの企業価値担保権実行後の 関材人のあり方についてあの2年前の金融審議会においても発言をされていると思いますちょっとこの点についてご説明をしていただければと思うんですが、はい竹村参考人ありがとうございますえっとおそらくワーキンググループに呼んでいただいた際に発言した点をご指摘いただいているんだろうと思いますこの点についてもレジシュ名でいうと2ページ目にあの真ん中の方に日本航空の 件を書いているかと思います。えっ、ー、と。そうですね。はい、えっ、ー、と。日本、えー、労働組合法上の使用者のチームは当然受け継ぐという点ですが、まあ,あのこの事件、あの会社更生手続き中であった。日本航空において、その管財人であって出資者であった機構の方が。 あの労働組合が葬儀権の確立投票を行っている際に、葬儀権を確立すると、それが撤回するまで、公正計画案で予定されている出資はできないというふうに発言をした、そこが支配介入の不当労働行為に当たるというふうなされた事案であの、東京都の労働委員会、東京地裁、東京高裁でも、不当支配介入が認められて、で確定しているものです。で、あの… 今回の,その全館注意義務との関係で指摘したいのは、その全館注意義務を負っている犯罪人においても、まあ、ある意味、労働基本権を否定するような支配介入行為が行われた事例があるという点です。でそれが支配介入行為であるとして、裁判所で確定するまでにどれぐらいかかるのかという点も、ぜひ考えていただきたいんですね。 この事件だと、すみません、潤えなんですが、確か支配介入があってから最高裁で確定するまで6年以上もかかっていると思います、で取り返しがつくんですかという点なんですね、葬儀権という重要な権利が侵害されている点で、でまあ、本法案の企業価値担保権の実行手続き中で、まあ、会社債権のためにご尽力いただく際、あの勢い、その労働組合への労働基本権を奪うということはあってはならないということは、何らかの形で強く周知すべきことかなというふうに考えております。 はい、小池晃君。はい、ありがとうございました。えっと井上参考人に、えー、最後になるかもしれませんが、お聞きしたいんですが、この。担保権者の要件なんですけど、あのー、要件、担保権者は要件、定められてるんですが、債権者については制限が、ないわけですよね。で、例えば商社のようなものもあり得るし、サービスファンド。まあ想定されています。で、あのワーキンググループの審議の中では、まあ債権者については。 登録制度などで絞った方がいいんじゃないかっていう意見も出されたと聞いております。まあ、できるだけ伴走できるだけの体力と知見を持った方にやってほしいと。で、金融庁に聞くと、これはあの債権者の平等のためだっていうふうに言うんですけれども、やはり債務者へのリスクを考えれば。一定の制限を課すということもあったのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、井上参考人。ありがとうございます。そうですね、あの債権者っていうのは、あの。 貸し付けを行うという意味で言うと、まあ、貸金業登録も何もないというところはちょっと考えられないのでその意味では誰でもとか個人でもということではあの一般的な個人でもということではないとは思いますただおっしゃるようにあの貸金業者、まあ、特にその商社とかあベ,ンチャーあベンチャーデッドと言われるようなファンド とといいうううようなものが広く含まれるということとになろうかと思います、まあ、これはその一定程度目利き力のあるところに限定するという考えもあると思いますけれどもそこはあの最終的には目利き力を育てていただくべきものというふうにした上で広くあの設定しておくということで最初から窓口あの 入療養はありうるのですが先生おっしゃるようにやはりその間口を広げた以上はあの、まあ、たあと担保権者を介在させることであの弊害を回避するというだけではなくてレンダーとしての能力をきちんと備えているかどうかっていうことについての、まあ、利用をきちんとモニタリングしていくっていうのは必要だろうとは思います。 はい、小池晃君。はい、ありがとうございました。あの、様々課題があるということが、あの、よく理解できました。今日は本当にありがとうございました。終わります。